トゥデイアイランド FM 第30回。今回は UC デイヴスでコンピューターサイエンスの博士課程に在籍中のカロリーナさんをゲストにお呼びしております。このエピソード、後編では日本の大学の学部からアメリカの博士課程に来た、えー、彼女のアメリカでの生活について話を聞きました。学部では経営工学を学んでいたカロリーナさん。コンピューターサイエンスを博士課程でどのように学んで研究しているのかお話を伺いました。 えー、とても僕たちも楽しく勉強になりましたので是非エンジョイいただけたらと思いますそれではどうぞちょっといろいろ受験の方法については聞いたのでそろそろんか実際の大学院の話聞きたいなと思うんですけど、はい、今1年目が終わったってところですけど、はいはい、そもそもまあ今このコロナ禍だとちょっと、はい、事情は違うと思うんですけどどんな感じの生活を 送ってたんですかねはいえー、っと今は授業を受けることに集中してねって先生から言われてるので授業と研究の比率はもう9.5対0.5で0.5が研究です <laughs> うんうん、<laughs> なんでまあほとんど授業に集中してる感じです論文ってまだ出さなくていいんですかまだ大丈夫です うんうん、まだ大丈夫あの2年目か3年目くらいにとクアリファインエクザムっていうその博士の後期課程に進むためのテストというか試験があるんですけどその時に、うん、あの各自分の担当教員が定めるその研究の達していればいい基準っていうのに達していれば大丈夫なのであとは授業を他の取る基準とかもあるんですけど、まあ、研究においては。 その先生の基準を足していればいいのでその必ずしも論文を書いて投稿してないといけないという感じでもないです。うんなるほど逆に今その0.5の研究って何をしてるんですかとなんか大体はい、はい、先生があこのテーマがあるよっていうのでそのテーマをえっ、ー、とその、ま、周りの知識とかをちょっと勉強したり。 これが主な論文っていう論文を読んだりあと他の手法と比較するよっていうその他の手法を実装してちょっと実行してみたりっていう感じです。えー、研究してる感じはしますけどね。でもまあ9ヶ月かかってこれなのであまあまあとってもゆっくりなペースかなって思います。あでもその代わりに夏にたくさん研究します私は。はい。うん <laughs> そうっす、ね、なんか日本の大学院というか自分がいた修士課程だとやっぱり2年間でとりあえずちゃんと何かしら結果出そうっていうとこがあるからもうなんか、ねはい、いあの、何ですかね1年目の半年で論文出したりとかぐらいのなんかそのプッシュというか圧力もあって、はい、プレッシャーもあったりしたんでそういう意味だとかなりなんていうか緩やかというか余裕がある感じなんですね。<笑><笑> 研究に関しては、とっても緩やかにさせてもらってます。その先生の方針がそうなの。うん、あ,あの先生、他の先生によっては違うみたいで。ほかほの先生は、あのバリバリ研究毎週進めてねみたいなところもあるって聞きます。うん、なるほど。はい、で、研究室にもよるんですね。あ、はい、先生の方針だと思います。うんうん、はい。うん、授業は九点五割の授業の方は、どんな感じの授業をとっているんですか、はい、今。 えっと、今まで取ったのは、コンピューターアーキテクチャとか、インフォメーションビジュアライゼーションとか、うん、と、線形代数とか、うん、いろいろコンピューターサイエンスだなっていう授業を取ってきました。うん。はい。線形代数って、まあ、なんか大学でもやるじゃないですか。はい、ああ、そうですね。それより、もうちょっと発展した感じがしました。 授業は難しいんですかかなりあの時間がかかります私にとっては。週に1科目についてあ違う20時間くらいかかってるかなっていう感じで月曜日から土曜日まで9時から8時くらいまでずっと、まあ、休み休みずっとやってやっとどうにかなるっていうくらいの印象です。うんうんうん で 1> 週一日は休んだ方がいいなって思ってます友達が近くにいないっていうのは結構大変そうですねそういう意味だと意外と便利でスラックとかであの全部リモートなんで会えはしないんですけど、はい、スラックとかで勝手にそのクラスメイトから私のところにメッセージが来てあなんか チームになろうとか、一緒に勉強しようとか言ってくれる子たちが結構いて<ー>であの、会う必要がないんで、明日何時からとか、ね、今日1時間後行けるみたいな感じで、なんか適当にズーム始めて一緒に話し合えたりするので、意外と便利だったりするんですよ。次世代の学び方だ。えー、そ,うそうですか。本当は一緒にいると、なんか。 こここことか指差しながらできるかなとか思うんですけどでもなんかズームのアノテーションの機能で丸付けたりしてできるんで意外と結構ズームでも便利ですしなんか終わった後すぐ、うん、あのご飯食べたりとかできるんで割と便利です結構友達もできてるんですか<ん>オンラインなのにそうなんですよオンラインなのに割と友達が できるんがたいことこが知りたいです。なんで <laughs> あのリモート化ってすごく難しいと思うんですよそうやってあそうですよねコネクションを作っていくってうそうどうやって、うん、いや自分がもし大学入ったらそう言いますよ。はい、なんか多分人とまずコミュニケーション取るところでめちゃくちゃ苦労するなと思ったんですよね。<laughs> なんかあったんですか<ー>そういうかいオリエンテーションというか。 いやな交流とか全然なかったんですけどでもなんかその授業を受ける時にちょっと顔出しとくんですよそのビデオオンにして。えー、私は生きている <laughs> なんか学生で存在してるよっていう感じをちょっとだけそのアピールしてで、ね、んか、まあ他にも何人か顔つけてる人はいるんでそうすると私もああ この人はこの授業を受けてるけどあの授業も受けてるなーってちょっと覚えてきたりしてでそんな感じでみんなにも顔を覚えてもらっていたら<う>あ,のあっちからスラックでメッセージをくれるのでそれでお友達になります。へえー、そういうなんか <laughs> なんかアピール。アピールす授業でアピールして <laughs>、うん。<laughs> でもそしたら本当にありがたいこと みんなから声かけてくれるんで、うしいなって本当にありがたいなって思ってます、うん。あとアメリカの大学というか研究室に所属してると、はい。場合によってはお給料もらえたりとか、ああ<ー>、うん、それじゃないですか。そういうのもやってるんですか。はい、えっとそうですね。と私が前の学期にやってたのは T.A. をしていて、週に二十時間 T.A. の、うん 仕事をすると学費とか学校の保険とかあとそれとお給料と生活費分の給料と全部払ってもらえるっていうのがありました <laughs> すごいそれ研究室から出てるんですかそれとも大学院なんですかと TA は多分コンピューターサイエンス学科から出てます<ー>なので大学から出てますほ他にもリサーチアシスタントっていうのがあってこれはあの担当教員から出ます 具体あ、はい、えっと,、えーっと,えー、っとえっとえっといろいろあってまずはオフィスアワーっていう学生の質問に答えるよっていう時間があるんですけど、うん、その時間が私は週8時間くらいありましたで、うん、ズームのリンクを開いて待ってるでじ生徒が来て質問したら答えるっていう。 仕事がありました。ああ<ー>、えー、それ答え。はい、学部生が普通に授業に関する質問してくる、くるんですよね。あ、そうです。答えられないか,か。られないこと結構。ありそうですけど、どうなんですか。できるもの。なんか答えられなくても大丈夫で。答え、あの、まあ、だい、あの、私が教えてたのは。パイソンの。もう本当に入門の授業で、はい、で、コンピューターサイエンスをと。の。 専攻じゃない人たち向けの授業だったのでそんなにとってもとっても難しい質問が来ることはなかったんですけどでももし答えられなくても、まあ、大丈夫でまた調べてきますとか、まあ、他の TA に聞いてみますとか先生に聞いてみますとかそれで大丈夫なので、まあうん、まあまあ,あの大丈夫ですおなるほど、はい、で残りの十二時間は一、えーつ,えー、つディスカッションっていう その授業とは別に TA さんがひあの引っ張って生徒に教えていくっていうのがあるんですけどそれはなんか私の授業のディスカッションは本当にまた TA がやる授業みたいな感じだったのであの週に1時間授業してました。授業でした <laughs> <laughs> えっと Python のなんか結構あのもう基本的な「if」文とか「f o r 文とか。 あの最後には関数とかを教えるんですけど、うん、あのそれをあの結構初心者なのでみんななのでそれをか分かりやすくなんかいろんな普通の表現とかそのプログラミングの表現とかじゃなくて普通の普通の日常生活の表現とかを交えて言うのが難しかったです。って何みたいなところから教えるので 文ってループするんだよって言っっててもいやループって何ってなっちゃうんでなんかそこを教えたりするのが難しかった。うん,うん本当にじゃあ。ノンメージャーの人が Python の授業を受けてるっていうのがまず面白いんですけど、うん、確かにそうですね。うん、教養的な、うん、そうそうそう。それを大学院生がねあの授業みたいに教えるっていうのもすごいし確かに、うんすごい。みんなの反応はどうでした 授業あ,まあ、あの特に大事故もなく普通に <laughs>、ええ、穏やかに進めることでも結構あのたくさん,あのなんだろうサポートする部分は多くてメッセージとかでも、うん、あの質問が来たりするので,でそのメッセージも答えてとか。 あの質問サイトがあってその質問サイトの,こやあの答えも全部書いてとか授業中もあの授業の内容今喋って先生がやってる授業の内容に関して質問がチャットであのズームのチャットで出てくるからそのチャットで返すとかそういう仕事とかもあってまあ大変だったんですけど <laughs> まあでもなんか。 TA してくれてありがとうって言ってくれる生徒もいて、はあ、ありがとうございますそう思ってくれてって思いました <laughs> お。およかったですね。うん。よかった、うん。この TA は今後も大学院、まあ、5年間あってずっと続いていくんですかそれとも新しい仕事が降っていくんですかねああ、うんと今のところの予想だと。 まあ年に一回は TA をするかなって思ってますうん、うん、で年に一回はリサーチアシスタントしてかなって思ってます、はいうん、リサーチアシスタントはどんなことやってるんですかこれは私まだやったことがないので分かんないんですけどリサーチアシスタントというのだから先生の研究のお手伝いまたは自分の研究をもっともっと進めるっていうことなのかなって思ってますけど分かんないので あままり喋らないでおきますう<ー> <laughs> そう注釈というか足すと、えっと、リサーチアシスタントは一般的に教授がグラントを取ってくるんですねあの研究費を。はい、その研究費であの大学院生を賄うんですけどその研究費を賄うためうんその取ったグラントの研究をすることが多くありますリサーチアシスタントあ<ー>。おそらくですけどカロリーナさんの研究も 先生がどこかから取ってきてるだと思うんですねお金をね<ー>で、それをやることで、えー、なんか成果につながって次につながってみたいになるからその研究をやること自体が仕事につながるっていうので RA リサーチアジスタントになるのかなって思ってますうん、確かにじゃ、<laughs> RA をやる方が実はメリット大きいですよね自分の研究も進められるし、ね、まあお金ももらえるし、はい、まあ責任は ちょっと大きいかもしれないですけどね、ちゃんと結果出さないといけないっていうのは。<laughs> そうなんですよ。そういう意味でもあの、お金がある先生、グラントたくさん取ってきてる先生とかを、特にコンピューターサイエンスだとそんなことないかもしれないですけどあの、生物系とか実験すごいしなきゃいけないところは、どのグラント取ってきてるかとかをやっぱ見てから行くみたいですよ。ああ、なるほど。予算重要ですもんね、研究室。はい。 うん、やっぱ日本との大きな違いはそこであの、うん、外部からのお金を取ってくるのが大きいから、うん、確かに大学院、うん、アメリカの大学院って本当は学費もとってもとっても高いから自分で払うってなると本当に大変だからこうやって博士課程とかで TARA しながらできると一番ですねそうですよね、うん、えじゃあカロリーナさんは今学費はほとんど払ってないってことなんですか あはい少しも払ってないです。おおすごい <laughs> で。生活費ももらって生きてます。はい、すごい。はい、でもそれって、はい、みんながみんなそういうわけでもないんですかねやっぱ学費も払って研究してるっていう人もいるんですかそれともカロリーナさんが結構優秀だから。違う。えっと多分、いや優秀だからとかじゃなくてその博士課程の。 人たちははほとんど全員あのもらえるはずですでももらえない人もいるんですけどほとんどの人はもらえるはずですでも収支、うん、の人たちはあの割と全部自分で払ってますお<ー>それから TA をするかそ,うす、うん、そしてその TA は、うん、あの,の人は優先権がないんですよあそうなんですね、うん、私の大学だと。うん、博士の人が優先なので、うん、その TA にあの応募するんですけど学生が。 そうすると博士課程の人たちがまず優先的にあの TA になってで余った枠を収支の人みたいになるのであの収支でいくとちょっと大変お金の面でちょっと大変かなって思います。ーなるほどやっぱりじゃあ5年間ちゃんと行くぞって覚悟がある人が、まあ、ちゃんとなんですか、ね、メリットがあるというか優遇されるようになってんですね。そうですね、<ー>確かに。 ちなみにあのちょっとギアが変わりますけどこのアメリカ大学院入ってこの一年目3クォーター終わったわけじゃないですかそうですねなんかこんなことこんな楽しいことがあったよとかってあります楽しいこと楽しかったこと結構平凡に暮らしてきたのでちっちゃいちちっちゃい楽しいことで言うと あの知り合ってから3ヶ月間、ずっとズームで会っていたから、あんまり本物に会ったことないな。っていうことを会えたときは嬉しくですね。うん<ー>、はい、ならでは今ならではの話です。パンデミックっぽい話 <laughs> うん、うんはいそうです。楽しかった。うん、あ。でもそのちゃんと授業がとってもとっても大変だと私は思ったので、その大変な授業をどうにかどうにか,うにか毎回毎学期どうにか乗り。越え た時の達成感は嬉しいなって思いま、うん、あーよかったって思ってちゃんと頑張ったな、うん、今学期もって思えて嬉しいですツイッター見てるとねあの学期末に近づくにつれてだんだんこう大丈夫かな大丈夫かなみたいに言ってきて <laughs> そうですね不安なツイートがいっぱい増えて <laughs> <そう> <laughs> 結局いつも大丈夫そうですね学期末になるとちょっとその どうやったら進級できなくなるのかっていう制度がちょっと曖昧なところをあの学科に聞いたりしてしまいますね。うん、<laughs> 悪い成績を取っても大丈夫なようにそう、うん、どのくらいの成績までならされるのかっていうのを確認してしまいますね。なるほど。じゃあ逆にあの楽しかったことじゃなくて困ったこととか大変だったこととかあります、はい、大学院でですかはい。うーん困ったことか。 最初の方は一緒にあの問題を解いてもくれるあの友達とか一緒にグループでできるそのスタディグループみたいなのがな,か,なかったので私の周りに。なのでその時は結構どうしようって思い悩んだりはします。うん、でもまあ、うん、すぐに先輩とか友達とか見つけてどうにかみんなで協力してちゃんと宿題とかもちゃんとできるようになったので。 それは良かっす。それが一番最初の困ったことだと思います、ねうん。確かにオリエンテーションもないとね。うんカロリーナさんなりの。そこの。さコミュニケーション術ってあるんですか。さっき言ってたのが、<ー>そのズームで顔出すって言ってたも、その <laughs>、まあ。一つそれあると思うんですけど。<laughs> <ー>なんかそれ以外に、その。いいコミュニケーション。術というか、そうやって。あの仲間を。増やす。やり方って。あります。 あそういえばもう一個あの,その授業でオフィスアワー私もまあ TA としてオフィスアワーはやってるんですけど私が受けてる授業でもオフィスアワーを先生とかそのついてる TA さんとかがやってくれるのでそこに行くと割とあの勉強熱心な生徒が集まってるのでそこでお友達を作るっていうのはできましたね。まあ Zoom なんでその,その隣にいるから話しかけるとかはできないんですけど「さっきオフィスアワーにいたよね」とか。 でメッセージしてこれわかるとかこれどうしようとかそういうメッセージをしたりはしましたああなるほどそういうじゃあ、はい、グ,グループを探すというかちゃんと興味関心が近いグループの中に飛び込んでいくっていうのは大事ってことですかねはい、はい、それでとりあえずメッセージしてみたいなズームのいいところはあの名前が表示されるんですよははい、はい。 その名前をちょっとスクショしたり、メモったりして、<laughs> それで、あの、スラックで、大学院スラックが、あるのでそこで、探すっていう。おお<ー>。な,のでなんか、まあ、あの、なんか、まだ人と被ってなさそうな名前の方々だと、見つけやすくていいなって思います。うんうん、それ、大学院全、そのスラックで、声かけるのってにな、おくなおくっていうかなんかこう、あいいかな、大丈夫かなとかって思ったりしないんですかまああの 大抵課題で非常に困っていることが多いので、そんなこと考えている場合じゃな。<laughs> とりあえずメッセージを送ります。<laughs> なるほど。<laughs> はい。気楽に送っても大丈夫かなと。なあの、友達になろうかなって思って、パッて、うん、やっても大丈夫かなって、うん。うん、思います。なんかそういう。なんていうんですかね。勢いみたいのが、なんかすごい大事になってきます。いろんな、今、今日話してて、<laughs> いろんな話の。節々で思いました。<laughs> 変な何て言うんでしょう失敗を恐れるというわけではないですけどなんかこう難しく考えすぎちゃわない方がうまくいく感じがしますねうん、うん、なんかそんな感じしますよね、うん、でも私普段からそうだからそれが出ちゃってるだけかもようですね <laughs> <laughs> なるほどねなるほど<あ> このいやさっき困ってることとか難しかったことって結構期待してた答えみたいなのがあって実はそ、ね、その他の人たちが行った時に、うん、あの生活のセットアップが大変でしたとか英語が大変でしたとかってこうやっぱ、ね、見るじゃないですかうん、うん、で、まあ、そういうの来るかなと思ったらそうではなくあの最初に友達を作る最初,のスタディ最初の一歩が大変だったみたいななんか意外と そんなに思ったより、なんか難しいもんじゃないんだなっていう印象を受けたんですよね。うんああ、うん、やってしまえば全然どうにでもなるんだなっていう。そうですね。うん、確かに、どうにかなり。だって東大じゃないといけないなみたいな。うん、俺はそういうふうに思ってたし、私もそう思いました。うんね、なんかそういう会とか行って、うん、登壇して話してくれる方々、みんな東大出身なんで。 なんかいやそんななことないですよでもそういう人たちが多いなって思っちゃうんであ私ダメかなとか思っちゃっていいや、うん、そんなななことないかなって <laughs> でも CS メジャーじゃなくて実はそのなんだろう経営工学やってる時に何だろうバリバリこうプログラミングやっててなんか賞を取ってたとかそういうのではない、うん、全くないですね。ああ なんかプログラミング自体、うん、ああ、ちょっとちゃんとやってみようかなって、あの授業ではやってたんですけど、まあ、その程度だったんで、ちゃんとやってみようかなって思ったのもあの、学部3年生の時だったので、そっから、なんか、アットコーダーとかああ、楽しいなって思って、そのまま大学院に来ちゃったって感じなので、別に師匠とかそういうのもなく、うんうん、はい。直大さん 職大<ー>さんね。あとコーダの社の直大さんに感謝してます。<laughs> <laughs> なんかあのまあこれからあと4年あるじゃないですか。はい。で4年まあ博士取ってドクターカロリーナになった後はどうしたいとかってあるんですか。と企業で働きたいなって思ってます。うん。アカデミックではなくて。なるほど。はい。あ、うん、あのはいそうです。アカデミアではなくて企業で働きたいな。 って思います。うん、それはもう今後もアメリカ。はい。あ、そうですね。アメリカがいいなって思います。うん、すごい素朴な疑問として、はい、そうじゃあ日本で働きたくない、はいはい、働きたくないのかわからないんですけど、日本じゃないなって思う理由とかもあるんですかなんか。なんかアメリカの方が給料給料がとってもいいのでいいかなと思うのとあのなんか。 あのご飯がただで食べれる会社がいっぱいあって <laughs> ちょっと憧れる<笑><笑>いいなって思って朝ごはんと昼ごはんと夜ごはんとおやつと飲み物全部無料で <laughs> <は>いいなってそれ結構限られた会社かもしれないですけどねあのそうなんですはいで,でもトラン,ンプは出ないんですか朝昼晩、ね、出ないですねはい でないですじゃあ,じゃあ小,さな小さなスタートアップスタートアップでもやっぱりある程度資金調達とかして規模が大きくないとそういうベネフィットはないですねうんうはいだからまあただあそうアメリカでやっぱいい点はその博士を取った人がちゃんとリスペクトされてその人たちがちゃんと高い給与を得られるっていうのは本当にいいとこですよねうんそうですね、うん、日本だと 博士とっても新卒だと給与ほど同じですもんね大卒の人とそう聞きますねあ<ー>はい、まあ、そういう意味でもやっぱりアメリカでそのまま就職した方がいいっていうのはあ,あるんでしょうねうん、はい、<laughs> なるほど <laughs> そんなとこですかねいろいろ聞けてですねありがたかったです,です、ねはい、あの我々の我々に希望をもたらしてくれましたね今日はね そうですねなんかこう <laughs> ハードルがぐっと下がったというか、うん、もっと気軽に考えていいんだっていう結構だからほ本当だからカロリーナさんとかと同じで周りの大学院に行ってる方アメリカで大学院に行ってる方ってすごいやっぱ優秀な方、えー、優秀な経歴と優秀な実績と思った方たちがいるから、えー、なんかやっぱ。 すごい頑張らないといけないのかなって思ったんですけどうん、うん、もちろん頑張る必要はあると思うんですけどなんかもうちょっと気,が気楽に考えていいのかなって気持ちになりましたう,、はい、うん、うん、ですね、うん、いや、はい、とても楽しかったですありがとうございます、はい、ありがとうございますありがとうございました、はい、というわけでエンディングを、えー、エンディングですねえー、本日はカロリーナさんをゲストに招いて 大学院受験や、そして大学院での、コンピュータサイエンスの大学院での生活についてお話をしました。もしよかったら感想等を、ハッシュタグトゥデイアイランド FM でつぶやいてください、えー。今井さんも僕もですね、あのお便りが来る日を今今か今かと、えー、待っていますので、あの何か感想等ありましたらつぶやいてください。はい、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。